東北楽天ゴールデンイーグルス4545回戦目の試合、今回は嵐の半島スタジアムで行われました。その試合のハイライトの方をお送りしていきたいと思います。1回の表、まず先頭ひじり沢がフルカウントまで粘った後、この出塁、そのひじり沢を2番藤田がつなぎます。そしてワンアウト二塁で3番銀次でしたが、ここで三振。そこからしばらく投手戦が続き、ボードに0が並びます。試合が動いたのが5回の裏、ここで先発の三馬が痛恨の本塁打を西武4番中村に打たれてしまいます。続く5番秋山にもこのヒット、連打を許してしまいます。そして6番浅村にも連続ヒット、失点を許してしまいます。そして先発三馬が降板し、代わった福山がこのピンチをしのぎます。7番坂田を凡退、そして続く8番住谷を連続で抑えます。そしてその後の6回表、東北楽天ゴールデンイーグルス、ついに打線がつながります。まず9番岡島が出塁し、足で敵を揺さぶります。そして1番肘沢がさらに出塁し、機動力で敵を攻め落としていきます。そして続く得点圏打率パリーグナンバーワンの藤田がこの一打、続く銀次は凡退してしまいますが、その間に1点を返します。その後4番 AJ も三振に倒れてしまいますが、続く5番マギーがこの一打、これで東北楽天追いつきます。さらに6番増田もつないで逆転。ここから東北楽天ゴールデンイーグルスの猛打が始まります。この回一挙5得点、逆転に成功します。その裏、9番鬼崎、1番ヘルマンを連続三振に捉えますが、まさかの2番片岡に一発を浴びてしまいます。さらに変わった片山も一発を浴びてしまい、東北楽天ゴールデンイーグルス1点差に詰められてしまいます。ここで交代した小山がこのピンチを乗り切ります。ああ、おったあの子やな、オッケー、やった、あ、やった、
7回の裏。7回は小山が続投、ピシャリと3人で抑えます。8回の裏、8回から登板した青山が再三のピンチを招きますが、なんとか0点に抑えます。あー、絶対だ、何をしてほしいですね。9回の裏、9回は守護神斉藤隆がメジャー帰りの投球を見せて、そのままゲームセット。落とし玉あるぞ、落とし玉、お前ら拾え、落とし玉、ほらほら落とし玉、1億円当たった感じ、1億円当たった感じだと、お前ら1億円、ここ巻いちゃったよ。というわけで、本日の東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの試合は5対4で東北楽天ゴールデンイーグルスが制しました。また明日は東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ4546試合目が開催されます。皆さんよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。これでも多分ね、まだサイバーファリーもかかるもんね。こうやって8問ですお前ら開けろよ、ほら落とし玉、1億円当たった感じ、1億円当たった感じだと思う。
1億円お泣いちゃったよ。ナイスナイス。